うなちゃんの店来るの。そう、うなさんがね、僕のためにお店開けてくれるみたいなんで、今日明日なんでそこでリアルとかしようかなと思って。人気配信者3代目ヒカル、格闘技イベント捨て物では圧倒的な強さを見せつけ、体力に自信のある彼は東京から徒歩で大阪を目指す企画を敢行。家族を支えるためメンタルを強化すべくひたすら歩き続けて17日目、ようやく大阪を目前にする。コロナね、なんで皆さんマスク着用でぜひお願いします。マジであとちょっと距離はちょっと 2,3 メートルぐらい空けて、ソーシャルディスタンスでマジでお願いします。お互いのために。幼い子供を持つ父親としてコロナ対策を徹底し、視聴者にもたびたび呼びかける3代目ヒカル。やっと来てくれるリスナーさん、本当にソーシャルディスタンスで本当にお願いします。お互いマジでそうですね。でうなさんのお店も、まあお店がちっちゃいんでちょっと離れて飲む感じでとか、マスクつけてね。そう、うなさんのお店、うなさんがね僕のために今日明日お店開いてくれてるんでありがたいですね。3代目ヒカルのために店を開けると佐野がコメントで申し出たことにより素直に喜び感謝していた3代目ヒカル。エア握手でヒカル脇が出してなって、もう脇がだな、分かんないけど脇がなんかな、俺脇がはね本人気づかないらしいからね。ヒカルは自らを疑った。俺脇がなのかな、雰囲気怪しい。ソラはこれから起こることを暗示していた。分からんけどゴリラーマンさん会ったことあるんだろ。脇がと聞いて獣っぽいユーザー名が集まってきた。抱きつくのちょっと NG で、ハグもちょっと NG。 あくまでもコロナ対策でのことである。脇がなのか分かん、本人が気づかないって言うからね脇がは、とにかくソーシャルディスタンスで。大衆が来つければおのずとソーシャルディスタンスは保たれる。よいしょ、紫色の汗が出てる。嘘、いや濃厚なキスもちょっと NG で一番危ねえマジで感染。ソーシャルディスタンスを保つため大衆には自ら乗ってみたもののガチ勢が色めき出した。もう本当に皆さんソーシャルディスタンスでお願いします。とにかく離れてちょっと飲んで会話するとかね。じゃあお互いのために。ヒカルは毎日検温するなどコロナ対策に万全の注意を払いながら視聴者にも熱心に呼びかけていた。ちゃんと検温もしてるんで。うめえ、やべえ、なんだこれ。無事17日間かけて大阪道頓堀でゴールを果たした3杯目ヒカル。いらねえよ、ちょっと座って、これ差し入れだから受け取って。パルパルも企画達成のお祝いに駆けつけ涙あり笑いありのゴールとなった。まあいろいろあったで、そこからね、まあ、僕も僕ですごいうなさんにすごいお世話になってる。当時から道頓堀からパルパルと2人オフ会リアトツ会場となる大衆酒場うなへ向かう。看板出てないのかな。長瀬小坂。あ、いや、入って。失礼します。あ、長瀬小坂。お久しぶりです。あ、すいません、お久しぶりです。はい、失礼します。動画ええねんけど、はい、映しちゃダメだよ。生き方の違う人だから。三代目ヒカルのために開けたはずの大衆酒場うなに香ばしい感じの先客がいた。あとおしぼり、それね、フェイスシールド。ありがとうございます。ナッツしてる、すいません。完全にやってるからね。 あとこれ殺菌作用が。佐野は道具だけは揃えていた。佐野はちゃんとしてます。なんだよ。俺を映したらしょうがねえだろ。ちょっとだけ、俺だとお願いします。佐野は道具を揃えて安心したのか、脇毛までちらつかせていた。冗談ですよ、佐野さんなら。先客にいじられるパルパル。苦笑いする三代目ヒカル。下で、お前、ぶちぶられっから気をつけろよ。勘弁してください。三代目ヒカルのために、開けた大衆酒場うなだったはずがなぜか料理の世界に満ち溢れていた。53次、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 53
パルパルは書き流れする辛辣なコメントにうなずくしかなかった。ただあれだよ、あのこの辺でなんかあの言いくられたら助けてくれるから。大衆酒場うなは業務の世界に満ち溢れていた。いただきました。チャンマンです。3杯目光は佐野が祝ってくれるために開店したわけではないと気づき始めていた。ワードが NG だらけなんだけど大丈夫。大衆酒場うなはもう完全に上位の社交場と化していた。頑張ってます。企画の疲れを増幅させる笑顔でヘッドバンキング。お前今日一日だけでいくら現金もらってんだよ。これが後の飲食代請求に関わることとなる。じゃあ今度お前らにもっと紹介しようか。勘弁しなさいよ。なんでだよ。ようやく鬼行儀の世界から解放された2人。3杯目光のファンも入店し、警察も来店。今すごいっすよ、もう4000人近いっすよ。お前舐めてんのかよ。いや舐めてないっすよ。やばいからな、俺は気をつけろよ。2日前に出てきた男ですから。前下級犯、行儀の世界にも精通する佐野はいろいろやばかった。おすすめなんだろうね。おすすめは、うん、ないよ。だからおでんか牛脂はどっちか食べたけど。3杯目光のために開店したと思っていた2人はこの時初めて牛すじとおでんしか作っていないことを知った。皆さん、かわいい、かわいい。向かうところ敵なし、やからと南警察に守られ失うものもない佐野。完璧だよね。みんな待ってくれてるね。いやー、光が17日間、はい、この炎天下の中を歩き続けて、ゴールが見事に震災はしたった、うん、よくやった。おめでとう。見事に震災橋だった佐野は主役の自分に酔っていた。いただきます。じゃあご飯に合うよ。ご飯に合うじゃない、お酒で合うよ。筋煮込みを食べたパルパルがつぶやいた。歯応えがすごかった。ローソンのおでんの味。ローソンのおでんの味だった。ちょっとおしっこいってください。あの座りそんべんみたいな。座りそんべん。佐野は尿のエアロゾルおよび便器周辺への飛散を嫌い、座って小便することを厳しく指導した。本当は皆さんまだゲルゲさんのこと好きなんじゃないですかとか言うやついるんだよ。ですよね。そうなんすか。好きだよ。好きだよ。佐野は名誉毀損で前科がついて元カノを愛していた。だってもうあいつなんか俺以外の男なんか付き合えねえの。佐野は前科がついても諦めていなかった。めっちゃ言っていい。大根めっちゃ硬い。硬い。うるせえよこの野郎。ハッピーバースデー。3杯目光の誕生日だった今日、ファンが用意したケーキで祝福を受ける。いやいいな。綺麗に8等分でケーキを切り分け、佐野料理長。なぜか6等分を試みる佐野料理長。何等分か分かんないけど8等分で何かをしたケーキを起こす佐野料理長。1分強かけ悲惨な姿となった誕生日ケーキ。体を惜しげもなく贅沢に水を使う佐野料理長。留置中毎日スクワットをして作り上げたという自慢の肉体。アニメサザエさん愛用のスカートをまとう佐野料理長。タンスの引き出しに小銭がないか探しまくるサザエさん。
サツなサザエさん。ヒカルの LINE にメッセージが入った。妻からだった。皆さん、僕ちょっと行きます。そろそろ、ごめんなさい。事件が起きた。やばい、1週間帰んね、帰ってくんな、禁止令。当日するが、ヒカルの妻は激怒していた。3つ過ぎるから、やっぱね、映るからダメだ、これ対策何もできてねえじゃん。皆さん、いくらですか？いくらです？いくら置いていくのか、お前に任せてしまう。まさかの返答に驚くヒカル。近く達成のお祝いに、自ら大衆酒場今開店を申し出たさ。駆けつけたヒカルファンからは、2時間飲み放題、おでん、牛すじ煮込みをサービスとし、一律3300円の料金を徴収している。恩義を重んじるヒカルは悩んだ。生活費を妻に送金しないといけないヒカルは苦渋の1万円を支払った。一応ソーシャルディスタンスでっていう話だから、やっぱオフ会にはしないと言ってんだよ。あくまでリアトップだから。ヒカルよ、はい、おめえよ、上がるんだったらみんなと1枚1枚ちゃんと社名とって。あ、そうですね、やれよ。ごめんなさい。今まさにソーシャルディスタンスを提唱しているにもかかわらず、ツーショット写メを撮るよう指示するノーマスクなサム。ねえ、みんなね、こういうのがそれで、あ、飲んでない危険だから、みんなが、みんな俺のじゃないよって言って、やらなきゃダメだろ。配信ではやっぱりそこは、最後の、じゃあ写真ちょっと撮ってよ。いいですか？ごめんなさい、皆さん。俺ちょっともう2、3週間家に帰ってそうなんで。子供と妻に会うことを楽しみに頑張っていたヒカル。はぁ、くしくも路上パフォーマーのアルトサックスの音色が聞こえてきた。ヒカルは妻からの LINE を読み上げた。これのどこがコロナ対策されてんの？こんな狭い店で、店主のジジイマスクしてないし、密室で、突起も全然されてない。こんなご時世でマスクしてない時点で論外だわ。周りもマスクしろぐらい言えないの、もう情けない。言ってることとやってることが違う。子供も私もコロナに感染したら保育園今後通うこともできなくなるし、責任取れないんだから常識外れなことしないでほしい。帰ってくるなら PCR 検査かどっかで2週間待機してもらわないと生活できないよ。こうして3杯目ヒカルは2週間佐野を頼ることなく街をさまようこととなった。次回、めんつゆの水道水割り、ご期待ください。